ジョン・ページ・ギターズです。ちょっとこうテレキャスターっぽい、やっぱりこうルックスなんですけども、まあ、フェンダーのカスタムショップを、の創立者として、有名な方ではございますが、やはりこうパッと見はこうフェンダーライクなところも、あるんですけれども、やはり、彼の作るギターというのはこう随所にこう新しいアイデアというのがいっぱい、詰め込まれております。まずトップですね、ウォルナット、フレームのクラロウォルナット、使っております。非常に美しい木目です。そしてバックがブラックニンバウッド、コリーナですね、ちょっと黒みが入ったコリーナのワンピースボディ、そしてまあネックのジョイントはこんな感じで入っておりますので、もう見ていただければ、ヒールもカットしてあって、ハイポジション弾きやすくなっております。そして、メープルのネックにエボニーシバン、エボニーのカツッと、アタックの強い音、そしてウォルナットと、リンバウッドという、どちらかというとあのミッドレンジの強い、中音に音が集まる特性の、材料を使っております。このブリッジですね、トーンウッド、ウッドトーンブリッジと言われている、強化エボニー、そして強化エボニーにこうセルが、入ってますね、スリープラインのセルの上に、弦が乗っかっているこの下ですね、ここが、ステンレスのフレットを打っております。そして本人が、ブラスの削り出しで作っている全く、オリジナルのブリッジです。でサーのピックアップ、カスタムアンドされたサーのピックアップにワンボリュームワントーン、スリーポジションセレクターというすごいシンプルな、作りになっております。クォーターソーンで取ってあるこの、ネック、そして、シェイプは、56のストラトというふうには言われてますけど、比較的、V というよりはもうちょっと、丸みを帯びてる感じで、サイドの、サイドがよくきれいにこう面取りされておりまして、まあ、50s の初期の頃のテレキャスターみたいな、そんなグリップになっております。ですね、ちょっとボリュームを絞るだけでもだいぶ、変わってきますんで、その辺もボリュームは前回です。生で弾いても、非常に良くなる、クリーンで弾いてもアコースティックな音が得られる、
そして、結構強い歪みでも音が潰れることなく、かなり強烈なミッドレンジを弾き出す、ジョン・ペイジギター、おすすめいたします。